これまでだ、シマノ。わかってる！カズマ、金を盗んだのは弓と俺とセラなんだ。100億は神宮の金だ。奴は登場会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ、俺は奴を失脚させるためにその100億を、そして弓はその計画に志願したんだ。弓か。アレスに急げ、カズマ。弓が危ねえ。アレスに弓か。そうだ。それから、これは三代目の遺言状だ。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい、確かに島根や錦山あたりは跡目狙って動き出すでしょう。だが俺は登場界の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。登場界の未来がそこにある。はい、カズマ。俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれカズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親を殺した。子供のための施設。いいんだ、おやさん。俺にとっちゃ、おやさんが本当の親父でした。